やっていきましょう。チーム戦をやろうと思ったんですけど、いい部屋に巡り合えず、今日はね。なんで、まあ、いつも通りのタイマーになります。よろしく、パルテナさんか。あら、ちょっとセクシーな服装でございますね、今日は。怖い。お、振り向きつかみ。これできるな。できるな。この時点で嬉しくなってくるね。もう今の、開幕から振り向きつかみをしてくるけど、もう、強者の証みたいなところありますからね。気をつけて。よし。燃えろ。お、しっかり空、後ろ当ててくる。おい。おお、冷静、冷静。メテオに気をつけて。これ戻れる？戻れる。おい、燃えて。オッケー。回避読みの空中上攻撃をヒットさせる。反射板怖い。シェア。おお、弱で浮かせてからの連続攻撃。これは普通に効果でいいですよ。ほうや、あ、逆です。ほい、ほい、ほい。よし、60%。リザイア。リザイア。痛いです。ダッシュ攻撃か。これ気をつけて。空中上攻撃やったらやられるよ。ほい。空中ダッシュはこういう時に便利ですね。ほい、やめてー。お、これ、あ、しまった。ゆっくりすぎ。お、ありがとう、ありがとう。助かった、助かった。助かってねえ。 もう余裕ない、ジャンプに余裕がないのバレバレですから、あっさりと追撃を受ける。燃えて。おい、オート照準をうまく制御できれば。わっちゃ、わっちゃ、おい、見て、これ厄介だな。さあ、捕まって流れを完全に取られている。おい、取り返すの流れ。これでもダメか。でも結構ガード余裕ないんじゃ。オッケー、取った。まだ分からない、まだ分からない。ただ反射怖すぎ。でも反射にビビってちゃルフで戦えないぞ。ほい、流れを取り返していく。射程が短いので、おーっと、効かんぜ。ほいや、ああ、クソ情けない声。はい、見て見て、これまずいよ。上スマ来るんじゃない。やばい、まずい。オッケー、間に合った。おっしゃ、うえー、なんで。あ、無敵ってそうか、つかみも大丈夫なんだね。すげえや。うわー、反射板の風にやられる。これ L3 だ。跳ね返されて終わりだね。わっ、粘ってる、粘ってる。いいよいいよ、この粘りいいよ。はい、痛い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 。シールドバッシュやめて。燃えて。うわー。何か食らったら知る。はい、何か食らったら知る。反射されても知る。怖すぎ。燃えて、燃えて。おい、オッケー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 。まだある、まだ一発当てれば勝てる。シールドバッシュ当たったら死ぬ。ダッシュ攻撃。あー、間に合わなかった。いい勝負でした。楽しかった。今回は盛り上がるぞ、これ。いいよいいよいいよ。一回負けた相手にどうやって勝つのかを考えるこの瞬間、いいですね。今ルフレさん、今この冷静な顔でね、負けたことよりも次の勝利のことを考えてる。素晴らしい冷静なね、思考の持ち主でございますよ。見習いたいね。実際問題どうしようかな。操作の機敏さどう見ても向こうの方が操作慣れしてるから。でも逆にこれで勝てればね、なんだろうな、そういう、もうテクニックに頼らずとも勝てるんだぜっていう絶好のアピールチャンスではありますね。頑張りましょう。読みとタイミングの勝負でいこうぜ。おいおい、おいで、おい、おいしょ。読みとタイミングだけで勝つ。言ってて悲しくなってきた。エルファイアーガードできてねー。直撃当てないとダメか。振り向きつかみがいちいち怖いな。おいおい、よし、おい、そこだぜ。よし、これ掴まれるな。おお、振り向きつかみ。こっちの回避の距離読んでるか、これ。しかし相手の振り向きつかみを逆に読んでいく。ふう
はぁ、この恵まれた踏ん張った声からのクソのような威力。見て、おい捕まえた。パーセント追い抜かれたな。オッケー、捕らえた。結構こっちに向かって突っ込んでくるパルテナルですね。珍しいね。カウンター混ぜるのやめてくれません？ここのタイミング相手で出て直撃した。あー、まだ早かったか。はい、オッケー、捉えた。よーしよしよし、今回はこっちが先に落としましたよ。やっぱこういう試合なんですよ。どっちが勝つかわからない感じの。いや、もう負けそうな感じすごいけどね。もう私もうすごい今プレッシャーかかってるんで。イザイア逆です。イザイア、オッケー、これうまい、これうまい、おいしい、これおいしい、ビヤおい、やめて、シールドバッシュやめて。ああ、痛い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 。ただいまー。あ、怖い。そう、そう、よし。はーい、はーい、はーい。なんでやねん。はい、もういて、もういて。よしよしよし、いいよいいよ。これ、ああ、この距離で持ってくるか。強気ですな。なんかルフレ相手のなんか動きを模索してるようにも見えるね。この人はここで撃ってくる人だろうなみたいな感じの反射板だもんね、さっきの。おい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 、おじゃ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 。しかし今回はパーセントでは圧倒的に有利を取っている。よ、余計な反射を許さなければいけるんじゃないですかね。おい、もういて。これでも無理か。おい、しかし射撃をやめた瞬間にパルテナ側が有利になっちゃうんで、射撃はやめない。常にあの射撃反射板打たせる。はいはいはい。あ、マジ、あ、そうか、シールド無敵だ。そうだ、なんでこんなに打ってくるんだろうなと思ったら無敵だからそれは打つわなという。ふーん、おいて、無理。あい、付きあり、ヘイ、リザイア、読みリザイア、はっはっはっ。はい、痛い痛い痛い、冷静になるよ。ここウエスマ逆転ポイント来てるよ、来てるよ、無理や。いやー、分からん、どっちかこれ。はっ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 。もうスリル満点だね。ドローン、あれリザイア違う。トロンです、これトロンです。やっぱ物理が最強なんですよ。勝利の策はここにある。そう、物理ならね、魔法では勝てないならば物理というルフレさんならではの最終的な回答という感じでしょうか。いやー、今回はすごいね、楽しいですね。あー、でもしんどいっすね。こうやってニコニコ反射持ちと対戦できるのって多分私的には3試合が限界。3試合目あたりから集中力切れで、あの怒りに変わってくるんですよね。どうして俺に気持ちよくトイ道具を打たせねえんだみたいな、なんでこのファンサービスを受け取ってくれねえんだみたいな感じになっちゃうんですね。さーて、さっきの本はもう警戒されるでしょうね。今の試合で同じ手が2度通用しなさそうなんですよね、この人。今までのドラに怖い、下スマ入れてきたぞ、ついに。こうやってね、どんどん新しい動きをねしてくる人が戦ってて一番なんかあの楽しいんですけど、しんどい、読めないんですよね。ウキウィンド、うわー、ウキウィンド貫通してくる、あの盾すげえね。意外と無敵の時間長いのかもしれません。今の見ました、ウィンド貫通。そろそろテレポートでワープとかもしてきそうで怖いんだよ。これまずいんじゃん。おい、うわー、マジか。ちょっと炎置いとく、これずるいわー。はい、やめてー。おい、おっしゃ、お、これいったんじゃね。おい、あー、しまった、浮かしちゃった。でもどの道戻ってきてるな。ね、メテを当てたかったところですね。反射板、おや、反射板から突っ込む癖あるんじゃないのこの人。見切ったぜ、痛いです。見切る前に死ねそうだ。すげえ、今のテレポートすげえ、やっぱワープ使ってきたぜ。そういう意味では予想当たっちまったぜ。ひえ、シールドバッシュ気をつけ、ダッシュ攻撃来る、オッケー、後ろ投げ、バーストできない、ギガサンダー適当にぶっ放す、下スマッシュ打てない、ワイヤー、あー、怖いじゃん。
おい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 そうか、ジャクレンのウィンドウ結構使ってましたからね。日頃はファイヤーなんであんまり気にしなくていいんですが、ウィンドウ使うときは気をつけないとダメということですね。さすがウェイウェイウェイです、ウェイです。気分的にもう軍師ならざるテンション、いくぞウェイウェイくっそ、全然ダメじゃねえか。痛い痛い痛い、あ、まずいまずいね、まずいね、まずいね。これが強いな。あれにうまく重ねたいんだけど、なかなか重ならんね。これね。ゼロ距離。はい。掴みたい。あー、掴まれた。今回もう流れ持ってかれてボロボロだね。最終試合。やばいっすよ。これやばいっすよ。やばいっすよ。あかかか。あか、ワラドル巻いちゃうぞ。あー今回はダメだ、ダメダメでしたね。ワロトル映えちゃうぞ。よし、もう一回やりましょうか。時間的にちょっと今回はボリュームをちょっと増量する感じで、なんかすごい私自身はエンジョイプルプルしてたんだけど、なんか試合終わってみたら結構やばい感じなんでせめて1ストック取って割ろうぜ。ただあの自分ルールでよくあるそのガチ部屋のね、あのニスト、ニストじゃない、日本選手ルールの方の場合は今のでもしかしたら終わりだったかもしれませんからね、気をつけていきましょう。さーて、じゃあお見せしましょう、軍師の真髄を。なるほど、振り向きオート照準とかもやってくるわけです。ドローン即座にぶっ放していく。お、もうノンストップで投げてくる。おお、もうガン攻めですね。しかし、しかし、しかし、甘く見てもらっては困りますよ。私にも負けられない理由がある。ウィンド使っちゃう、炎を出して、あ、どうか、途中からでもあの、あれか、上書きできるのか。おい、2発当ててガードして、イガサンダー溜めて投げて即打ち。おっと、抵抗してくるか。シールド OK、 オリア読んだぜ場所を。あの場合で斜めにね、あのテレポートできればあのちょうどよかったんでしょうけど、心理的にね、そんなギリギリはつかない。これは大丈夫でしょ。これ落ちてくるのほんとめんどくさいね。いや、褒め言葉ですけど、これ気をつけて、上すまくる。おくっそ、まずいな。パーセント、こっから死んだ。うわー、あー、しまったー。完全にジャンプが合ってしまってから下りは遅いですね。おお、逃げる、逃がさねえよ。これ以上は負けたくないんだ。あい、オッケー、合わせる。これでさっき、あの行動はもうしてこないんじゃないでしょうか。ほい、よし、流れをつかんだ。これが早いな、意外と。よし、掴んだ。よし、勝てるよ。あかん、サンダーソードがなくなってる。よし、当たった。よーし、なんだ今の。お互い引っかかってくんないかなっていう欲望強すぎない。おい、あ、まずい。オッケー、これクリティカルヒット、よっしゃ。カウンターで当たったらちょっと吹っ飛ばし上がるんでしたっけ。ともあれ2勝2敗でね、今回はとてもいい勝負でしたという感じで終われてよかったです。まあ実を言いますと3ストーム目、あの特に私ふざけてたつもりもなかったんで、めっちゃヒヤヒヤしましたから。この4戦目4戦負けたら1勝3敗ですよ。動画の中でもかなりの大敗になってしまうんでね、ヒヤヒヤしましたが無事勝ててよかったですね。非常に楽しかった。うん、ありがとうございました。